君がスタートを切ることで会場全体が一気に緊張感を持ち、続く神宮寺くんがその流れを優雅に保ち、最後に翔くんが登場することで一気に盛り上がりの頂点に達した。ナンンバーアンダーアダライン1の最新フェス出演、特にワイヤードミュージックフェスティバル w m f でのパフォーマンスは、ファンや観客にとって特別な体験となった。今回のフェスは、これまでテレビやステージで見られるパフォーマンスとは一線を画し、 まさに、ライブの真髄を体現するものだった。ファンの間で語り継がれること間違いないような、印象深いシーンがいくつも生まれた。まず、ステージの幕が上がると、最初に登場したのは岸優太だった。岸くんが一人でステージに上がり、観客を前に力強いパフォーマンスを披露する姿は、多くのファンにとって衝撃的であり、その勇敢な姿に歓声が湧き上がった。リーダーとしての貫禄と、 彼の強い決意が感じられた瞬間だ。これに続いて神宮寺雄太、そして平野翔がそれぞれ順番に登場し、観客の期待を一層高めていく。彼らが披露した楽曲、ナンバーズは、それぞれのメンバーがソロで歌い、次々とバトンをつないでいくスタイルだった。特に、岸くんがスタートを切ることで、会場全体が一気に緊張感を持ち、続く神宮寺君がその流れを優雅に保ち、 最後に翔くんが登場することで一気に盛り上がりの頂点に達した。翔くんが、フードは名古屋と歌詞を叫び、ステージを指さしたシーンでは、地元名古屋のファンにとって特別な意味を持つものであり、感極まるファンも多く見られた。彼らのパフォーマンスが終わると、まるで魔法が解けたように、観客全体がその圧倒的なエネルギーに魅了され、熱気に包まれたまま歓声を上げ続けた。WMF のステージは、 ナンバーアンダーライン愛の持つ、本気の音楽という側面を存分に表現する場でもあった。彼らは今回のセットリストで、強めの楽曲を次々と披露し、フェスという空間での存在感を存分に示した。特に、INZM や GOAT といったエネルギッシュな楽曲が中心に組まれ、まるで観客と共に音の嵐を巻き起こしているかのような感覚を与えた。音楽とパフォーマンスが一体となり、 その場にいすべての人々が共鳴する瞬間が何度も生まれたのだ。そして、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスの特徴は、MC を挟まずにノンストップで楽曲を繰り出すスタイルにも表れている。まさに音楽だけで観客を引き込む覚悟と、自らの実力への自信がにじみ出ていた。観客はその姿に圧倒されながらも、彼らが放つエネルギーに呼応して体を動かし、一緒に盛り上がっていた。 観客の中には、ナンバーアンダーライン愛のことをあまり知らない人たちもいたが、彼らが次第に音楽に引き込まれていく様子が、周囲のファンにとっても感動的なものだった。特に、ゴートのラストでは、まるで会場全体が一つになったかのような熱狂的な雰囲気が生まれ、フェスの一体感がピークに達した。翔くんが騎士くんのパートをじっと見つめるシーンも多くのファンの目に焼きついた。彼らの間には、 長年の絆が感じられる瞬間がいくつもあった。ファンにとっては、この3人が1つの舞台で揃ってパフォーマンスするということが何よりの喜びであり、それを直接目にする機会を得たことが大きな幸せとなったのだ。彼らの音楽への熱意やチームワークが、ファンの心に深く刻まれた。また、今回のフェスは、ナンバーアンダーライン愛にとっても1つの挑戦だった。特にヒップホップ色の強いフェスで、 彼らの音楽がどのように受け入れられるのかは未知数だったが、結果としてその場にいたすべての観客を巻き込むほどのパフォーマンスを見せつけた。最初は、とりあえず見てみるかというスタンスだった観客が、彼らのパフォーマンスを通じて次第に心を動かされ、最後には、すごかったと声を上げる様子は、まさに彼らの努力が実を結んだ証しと言えるだろう。また、今回のナンンバーーアダインアイのパフォーマンスは、 ファンにとっても一つの試練だった。フェスは屋外での開催で、天候にも左右されやすい環境だったが、月夜が美しく広がる中でのライブという、自然と音楽が調和した特別な時間を共有することができた。しかし、一部のファンからは、月がくっきり見えたのに写真を撮り忘れた、といった後悔の声も聞かれた。ファンは、ライブを楽しむあまり、現実を記録に残すことを忘れるほど、 彼らの音楽に引き込まれていたのだ。今回のフェスを通じて、ナンバーアンダーラインアイの新たなファン、ILYZ も増えたことだろう。彼らは観客の前で音楽を通じて自己を表現し、フェスという舞台で大きな成長を遂げた。リーダーとしての岸くんの姿、仲間と共にパフォーマンスを楽しむ翔くんと神宮寺くん、そのすべてが観客にとっての感動を生み出し、フェスの思い出として心に刻まれた。 このようにして、ナンバーアンダーライン愛の WMF でのパフォーマンスは、多くの人々にとって忘れられないものとなった。音楽を通じて心を一つにした時間、そして彼らが見せた本気のパフォーマンスは、これからも語り継がれていくことだろう。彼らの音楽への情熱とファンへの感謝の気持ちが込められたこのステージは、確かに彼らの新たな挑戦の一歩であり、また次のステージへの期待を高めるものでもあった。 次の福井でのパフォーマンスがどのようなものになるのか、ファンは今から楽しみにしていることだろう。ナンバーアンダーライン愛は、どの場所でも全力を尽くし、ファンと共に成長し続ける。その姿は、彼らの音楽が決して一過性のものではなく、深く人々の心に響くものだということを証明している。彼らのこれからの活躍に、ますます期待が高まるばかりだ。そして、福井でのライブも、 ワイヤードミュージックフェスティバルの流れを引き継ぎ、さらなる進化を見せる場となるだろう。特にナンバーアンダーライン愛のファンである、ILYs にとって、このライブは彼らの成長を目の当たりにできる貴重な機会だ。ファンは、彼らがステージで見せる新しい一面や、音楽に対する情熱を再び体感することができるのを心待ちにしている。福井の地で彼らがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、 どのようなサプライズが用意されているのか、期待は高まるばかりだ。今回のワイヤードミュージックフェスティバルでは、ナンバーアンダーライン愛の3人がそれぞれの個性を存分に発揮し、特にメンバー同士の信頼関係がステージ上に現れていたことが印象的だった。岸くんの一人でステージに立つ姿に始まり、神宮寺くんの繊細で確実な流れの引き継ぎ、そして翔くんがパフォーマンスを締めくくるという構成は、 彼らがグループとしての強い絆を持っていることを改めて証明するものだった。それは、音楽だけではなく、彼らの成長や友情が観客に感動を与える大きな要因であった。さらに、彼らのパフォーマンススタイルは、会場にいるファンだけでなく、初めて彼らを見た人々にも強烈な印象を与えた。観客の中には、最初は何気なく見始めたけれど、 気づいたら彼らの音楽に引き込まれていたと感想を述べる人も多く、彼らが音楽で観客を魅了する力を持っていることが改めて実感された。特に強盗や INZM のような力強い楽曲では、観客全体がビートに合わせて体を揺らし、まるで一つの大きな生き物のように会場全体が動いているような感覚があった。そのエネルギーは、ステージと観客の間に境界を感じさせないほど一体感があり、 まさにライブならではの空気感を生み出していた。彼らのパフォーマンスには、音楽を通じて自らのストーリーを語るという、深いメッセージ性も込められている。例えば、翔くんが名古屋出身であることを意識しながら、フードは名古屋、と歌う姿は、地元への愛情と、そこから受け継いできたものを背負ってステージに立つという覚悟が感じられるものであった。その姿に、地元ファンはもちろん、 彼らの成長を見守り続けてきたファンも胸を熱くしたことだろう。彼らが持つ自分たちのルーツを大切にしながら新しい場所へと進んでいくという姿勢はファンにとっても共感を呼び彼らと共に前へ進んでいくという気持ちを強くさせた。ナンバーアンダーライン愛が今後どのような音楽の道を歩んでいくのかそれはまだ未知数だが確実に言えるのは彼らがその場その場で全力を尽くし ファンと共に歩んでいくことを選び続けているということだ。彼らの音楽が変わっていく中で、ファンの期待に依頼、時にはそれを超えるような新しい表現を見せ続けることで、彼らは常に進化を続けている。その進化の過程をファンが直接目にできるライブという場所は、彼らにとっても、ファンにとっても大切な瞬間の連続である。また、今回の WMF では、 彼らのパフォーマンスに対するリアクションも非常にポジティブだったことが印象的だった。フェスという大きな舞台で、アウェーな状況からスタートしながらも、音楽の力でその場を味方につけ、観客の心をつかんでいく姿は、これまでの努力が報われた瞬間でもある。彼らの挑戦する姿勢や、音楽に対する真摯な姿勢が、観客に響き、その結果として彼らのパフォーマンスが終わった後には拍手と歓声が成り止まなかったのだ。 これは、ただ単に技術やパフォーマンスのうまさだけではなく、彼らの熱意や情熱が観客の心に届いた証だろう。ナンバーアンダーライン愛の3人は、これまで様々な経験を通じて培ってきたものを、WMF という舞台で最大限に発揮した。そしてその成果を感じ取ったファンや観客は、彼らの音楽の新しい一面を目にし、より一層の期待とともに次のライブに思いを馳せるようになった。 福井での次のステージも、彼らにとって新たな挑戦の場となり、また新たな感動が生まれることだろう。ファンの間では、どの曲が披露されるのか、どのようなパフォーマンスが見られるのかといった期待が膨らんでおり、彼らの一挙一動に注目が集まっている。最終的に、ナンバーアンダーライン愛が WMF で示したのは、彼らの音楽に対する揺るぎない情熱と、ファンに対する深い感謝の気持ちだ。そして、 その姿勢が観客に伝わり、会場全体が一体となって盛り上がったあの瞬間こそが、フェスという場での真の成功を物語っていた。これからも彼らは音楽を通じて自らの物語を紡ぎ続け、ファンと共に新しい景色を見せてくれることだろう。その道のりは決して平坦ではないかもしれないが、彼らが示した熱意と決意を胸に、さらに大きなステージへと進んでいく姿を、多くのファンが見守り続けている。 ナンバーアンダーライン愛の未来は確実に光り輝いている。